ハロー、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はアリスの精神裁判、シークさんの作品をやっていきたいと思います。今回、第3回になりますね。というわけで、前回体育館での裁判にて、弁護人になることが決まってしまったアリスさんですが、続きを見てみましょうか。裁判所での作法とか知らないけど、こんなデタラメな裁判なら好きにしていいかな。でも何から話し始めればいいんだろう。それでは飛び入り弁護人くん、もう一度状況を説明しようか。お願いします。白ウサギの遺体が発見されたのはつい先ほど。場所は東校舎の2階の視聴覚室。死亡原因は刃物で首を切ったことによるショック死、もしくは出血多量による失血死。第一発見者はハートの女王。以上だ。ほら、ハートの女王が犯人だろう。穴がありすぎて、どこからどう突っ込めばいいのか。質問を選んでください。じゃあとりあえずね、凶器はどこですか？凶器は刃物って具体的に何ですか？包丁だね。包丁、白ウサギの所有物でしょうか？それとも別の誰かの？まさかここも調査されてないってことは。具体的に誰のものかわからないね。どこでも手に入る包丁だ。なるほど。さすがにそこは調査済みだったらしい。凶器の包丁の情報を手に入れました。はい。指紋は見つからなかった。へえ。ちなみに凶器の包丁からは指紋は見つからなかったよ。はい。お、この情報セリフいかにもサスペンスっぽくていいね。ふざけないでください。いとこで全部聞けるのかな？今、発見時かな？第一発見なのおかしいよね。ハートの女王様は、そもそもなぜ、視聴覚室へ行ったんですか？ハートの女王様？言いたくないわ。え？言いたくないと言っているのよ。え？ほーらご覧、彼女は自分で犯人は私ですと言っているようなものさ。いや、かなり怪しいですけど、断定はできません。おやおや、人間には疑わしきは罰せよという言葉があったと思うけれど、逆じゃね？逆です。疑わしきは罰せずです。結局なぜハートの女王様が視聴覚室へ行ったのかわからないか。発見時刻聞こうか。先ほどって曖昧すぎるのですが、具体的には何時ですか？そんなの第一発見者に聞きなよ。そんな、さも自分には関係ないかのように答えるなんて、こんなひどい検事がいていいのだろうか。ハートの女王様、何時頃に視聴覚室で死体を発見しましたか？18時20分よ。その後走って連絡に行ったわ。報告もしてくれてるじゃん。白ウサギの死亡推定時刻は被害者は終礼後16時10分頃まで教室にいるのが目撃されている。多数の生徒から証言がある。2時間10分も後なのか。ということは16時10分から18時20分までが
おおよその白ウサギの死亡推定時刻なのかな。死亡推定時刻を手に入れました。うん、なんかあんまり情報集まってない感じするんだけど、現場について。現場の視聴覚室はどんな状態でしたか。どんな、誰でも入れる状態だったのか、荒らされた形跡がないか、そういった具体的な状況説明です。ではまず君にこれをあげよう。現場写真を手に入れました。ありがとう。現場写真、東校舎視聴覚室の現場写真だ。でもこれタップしても大きくならないな。これは白ウサギの。そう、現場写真だ。視聴覚室のね。写真を見ると本当に人が死んだのだと実感して血の気が引いた。写真から生々しい悲惨さが伝わってくる。怖がらせてしまったかな。しかし現実だ。ちゃんと見なければね。視聴覚室は開いていたんですか。そうだね。視聴覚室の鍵は職員室で管理していて、授業や清掃などの用事がないと一般生徒は入れないようになっているんだ。普通ならね。普通なら。そう、現場は普通じゃなかった。スペアキーが発見されたのさ、非行人のね。スペアキー。ちなみにそのスペアキーからは指紋が発見された。じゃあ全生徒全教師の指紋を取って短時間ですぐに照らし合わせられるとでも。そうですよね。ちなみにその指紋は被害者のものではなかったよ。スペアキーの情報を手に入れました。スペアキー、東校舎視聴覚室のスペアキーだ。指紋が見つかったのだが誰のものかはわからない。もしその指紋がハートの女王様のものでないなら、ハートの女王様以外の人が犯人だったと、そう推論できませんか。まあそうかもしれない。じゃあ、しかしそれは後で話すことにするかな。まずは事件の概要をまとめてしまおう。はい。さて、ここまでの話で君は気づいていないのか、あえて言っていないだけなのか。人間の死因ってのは大きく分けると病死、事故死、他殺。それともう一つ、何かわかるかな。自殺ですか。そう、まあ一番事件を効率的にまとめられるかもしれないね。第一発見者のハートの女王が犯人でないならば、白ウサギの自殺。君はどう思う。白ウサギは自殺だと思う。自殺ではないと思う。スペアキー、どこで発見されたっけ。スペアキー内部だったっけ。でも刃物、いやでも現場で見つかってんのか。ここでも自分の首ナイフで刺すってちょっと一般的じゃない感じするな。これ断定しなきゃいけないの今現状。自殺ではないと思います。自殺ではないと思います。ほう、それでは根拠を示してもらおうか。ちょっと待ってよ。
全然情報ない状態なんだけど絶対これはなんか途中で寄らなきゃいけないとこがあったんじゃ。詳細、あ、詳細見れるじゃん。待ってよ。これは詳細見れないのか。すごい、これ時間経過で減ってってない？それ写真かな。うん、この写真のどこが自殺ではないと具体的に示して見せてくれないか。矛盾しているところをタップ。わかんないでも鞄かなあ、全然わかんない。それはこの部分が白ウサギが自殺ではないと証明してくれます。最近視力が悪くなっていけないな。全く見えない。それは前髪が長すぎるからじゃ。君の見当外れの証拠品のせいで視力が落ちたようだ。視力じゃなくて私の指摘が問題だったみたい。すみません、もう一度やらせてください。あ、手が汚れてないね。手だ、多分。自分で刺したのに手に全然血がつかんでおかしくない？被害者の白ウサギの手を見てください。ん？何か問題があるかな？至って普通の手だ。そうです。普通の素手なんです。それが？先ほどの凶器を思い出してください。凶器？ああ、なるほど。包丁の指紋か。あ、指紋出てこんかったね、そういえば。ええ、包丁の、凶器の包丁には指紋がついていなかったんですよね。自殺ならばおかしいんです。白ウサギが現場で素手だったのであれば包丁に白ウサギの指紋がつくはずです。合理的な指摘だ。これは自殺ではないと。はい、そして自殺ではないのと同時に、凶器は誰でも用意可能、スペアキーは誰が所持していたのか不明。この状態でハートの女王様を犯人だと断定はできないはずです。なるほどなるほど、断言はできないかもしれないね。じゃあ、が、しかし、ここで君に一つ面白い話を聞かせてあげよう。何か嫌な予感しかしない。生徒たちに事情聴取をした際、複数の生徒がこう証言した。白ウサギはハートの女王にいじめられていたとね。え？以上、君の推論も合わせてこんなストーリーはどうかな。白ウサギはハートの女王にいじめられていた。それを苦に思った白ウサギはハートの女王を殺そうとした。白ウサギはハートの女王を視聴覚室へ呼び出し、包丁で殺そうとするが、ハートの女王はそれに抵抗し、包丁を奪って白ウサギの喉元めがけて
デタラメもいい加減にしなさいよ、イカレ帽子や。ハートの女王様、すごい迫力だ。おお、怖い。と、まあ、あくまで僕の妄想だけど、どう？それは…間違ってるやろ。その仮説は、間違っています。おや？また否定か。聞かせてもらおうかな、その理由を。その仮説だと、ハートの女王様は殺人があるとあらかじめ予測することは不可能です。不意をつかれて切りかかってきた白ウサギの包丁を奪って反撃したとしたら、包丁に指紋が残ります。指紋を拭き取った可能性は大いにありだ。それでも首に刃物が刺さったなら、返り血を浴びるのは免れないのではないですか。どうかな。まあ服の上からともかく首だからね。悶着の末全く血がつかないということは難しそうだね。ハートの女王様があらかじめ殺す気であれば、着替えの用意もあるかもしれません。しかし前提が殺されるかもしれない側だったら、現場の痕跡を残さないのは無理です。うむ、偶然返り血を浴びなかった可能性は否定できないか。まああまり現実的ではないな。ではやはりハートの女王が凶器も着替えも用意して、白ウサギを視聴覚室に呼んで殺したというのが正しいんじゃないかい。だからその前提がそもそも間違いで、第一発見者だったからといってハートの女王様を犯人とは断定できません。なぜならこの状況であれば誰でも犯人になり得たからです。はあ、わかったわかった。こちらが降参だよ、アリス君。私はどっと肩の力が抜けてしまった。当たり前のたったこれだけのことを納得させるためにどれだけ時間がかかってきたのか。でも分かってもらえてよかった。私がほっと安心していると、イカレ帽子やケンチは不敵な笑みを浮かべた。ハートの女王が犯人だと断定できないのは認めよう。では真犯人は？真犯人？そう、自殺ではない。ハートの女王は犯人とは断定できない。ならば真犯人は？材料足りなくない？アリス君、私はさらに面白い話を聞いているよ。嫌な予感。この上まだ面白い話なんて絶対面白くないに決まっている。君は被害者の白ウサギといつも一緒にいたそうじゃないか。一番近いしい人間こそ殺すきっかけも原因も十分にあるとは言えないかい、神崎アリス被告人。え？私が被告人？そう言ったつもりだが。私が犯人だって言うんですか？そう、君はたった今誰でも犯人になりうると発言したね。ということは君自身も白ウサギを殺した犯人の可能性があるということだ、神崎アリス被告人。そんなバカなことが。それだけで私を被告人扱いだなんて理不尽にも程があります。この裁判が果たして君のまともにあるとでも？では被告人に尋問しよう。君は5月14日の16時10分から18時20分まで一体何をしていたのかな。え？もっと簡単に言おう。君が白ウサギを殺していないという証明を。私は証明できなくない？寝てたんじゃない？
でも証明できないって言ったらなんかこれこのままなんか死刑になりそうなんだけど。ちょっと待ってよ。今アイテム確認できないの？ちょっと待って。アイテム確認したい。証明。要素ないよね。できないよ。証明できないにしちゃったけど。私は何も答えられなかった。私には記憶がないのだ。どうして一人であの教室にいたのかも、それまで何をしていたのかも、そもそもなぜこんな精神裁判というものに巻き込まれているのかも、何もわからない。おや、沈黙か。これは君が犯人だという可能性が高くなってきたんじゃないかな。自分がどこで何をしていたのかも言えないのかい？そんな、私きっと何もやっていません。人殺しなんてできません。退屈な答えだ、アリス被告人。そんな発言がこの場で意味を持つとでも？でも君も、帽子屋君、君もやった可能性があるんだよ。先ほどのハートの女王を弁護したキレはどこに行ってしまったのかな？思い出せないだけなんです、人殺しなんて。ではここは赤の王様に判断をお任せするとしようか。私は壇上にいる裁判長、赤の王様を見上げた。相変わらずベールで顔はわからない。どんな表情をしているのかも。この人がウサギさんなのでは、白ウサギさんなのでは。気のせいかよ。しかし赤の王様は軽くなずき言った。あ、よかったんだ。よろしい。では神崎アリス被告人、あなたに知る猶予を与えましょう。え？事件を調べて、もしあなたが本当に無実であるなら、それを証明しなさい。無実を？それがあなたにとってどのような結果をもたらすのか見定めなさい。すべてを、すべてを。それでは第一次精神裁判、これにて閉廷。よかった。というわけで2章クリアです。というわけで今回はここまでにしたいかと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。